たいと思っています。沖縄カラーで、えいやさあ乗ってもらって、過去最大ですねアスリートビューティーコンテストまで会場落としますお。沖縄出身のケンタロウです。福岡出身のミホです。で前回の動画でですね、アスリートビューティーコンテストの1月があるということで、それに出るということで決まりました。はい、10年ぐらいかな。10年です。以上あの空いてるっていうことだから、はい、まあ、まずはね体作りからやっていこうよということで、ミホちゃんに今日からですねある種目に挑戦してもらいたいと思ってます。でその種目っていうのが沖縄カラーで、これから空手の、ね、先生にちょっと会いに行きまして、どんな稽古をしていくのかっていうのをちょっと今日説明があるっぽいので一緒に行きたいと思います。じゃあ空手道場に行きましょう。はい、すごい。先どうぞ。いいんですか。え、ちょっと怖い。え、いいんですか。めっちゃすごい外まで。胴体に入り、はい、レンジからありまして、まず気をつけるで、左足になります。で右足になります。で髪は短くて、で頭を上げて右で左手で右足を上げます。お、すげえ、かっこいい。大丈夫。大丈夫です。長めに帯を結んでみましょうか。はい。左も少し長めに取ってですね。はい。ここ、あとですね。で、帯を後ろに回して。バレーボールやってたんですけど、うん、やめて長いこと経つので、うん、もう今は食生活とかもちょっとだらしなくなってきちゃってるんですけど、どうしたらいいですかね。やっぱコンテストに出るためにはもう少し体を絞らないといけないと思うので、はい、一度まず体重測ってみましょうか。はい、測ります。あ、じゃあやります。どうぞ。
じゃあ体重測ってみましょう、まず。はい。はい。一回自分で見る？じゃあ一回見ていいですか？あ、これは過去最高で、ちなみにこれ空手着はあの何キロあるんでしたっけ？2キロあります。あ、2キロ。じゃあ2キロは乗っかってるから、それからマイナス2キロが、ね、あの実際の体重ってことですね。じゃあお願いします。見ちゃいますか、うん、いきますよ。どうで貼りましたね。じゃあ乗ってもらって75.6っていうことは、空手着をマイナス2すると 73.6、はい、っていうことですね。はい。で、あれも身長も173から65。はい、言いましたね。落としたい。言いましたね、今。落としたいです。聞きましたね、65キロと。はい、はい、神棚に宣言していただきたいと思います。お、ガチなやつ。はい、ガチなやつ。65キロ、約10キロ体重落とします。まあ、とにかく近いんじゃないですかね。やる気は考えないですね。アスリートビューティーコンテストまで10キロ体重落とします。お。京都先生、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。絞りまくってください。お願いします。はい。はい。